こんにちは、こんばんは、おはようございます。今回はですね、万座温泉に来ております。そして前回の続きなので、前半を見ていない方はよかったら概要欄から前半を見ていただいてから後半の動画を見ていただくと嬉しいです。そしてですね、後半の方で散策していた場所が私たちの宿のところでして、歩きたいんですけど、路面見えるかな、雨なんですよ。もうなんで晴れだと思ったら。でチェックインまであと1時間近くあるんで、することもなくて途方に暮れてますね。ゲームするかな。まあそれか、早くチェックインできたら早くチェックインで したいんですけどね。どうしよう。あそこに極楽湯ってあるんですけど、あれ露天風呂っぽいですね。か、書いてあるから露天風呂。あれ入りに行くっぽいですね。楽しみ。今年初雪でございます。あ、まだ柔らかいね。ガチガチじゃないね。言っても今ね、セーター1枚、ヒートテックとセーター1枚で入れるぐらいなんで、まだ路面もそんなに凍結全くしてないぐらい、むしろ東京と変わんないぐらいですね。ちらほら雪ある。そして、本日私どもが泊まる旅館ホテルですね、日新館さんですね。万座ホテルと検索すると必ずこちらのホテル出てきますね。コスパがね、すごかったんですよね。1泊4700円とか税込みで、なんかクーポンついてだったんで、来ちゃいました。はい、じゃあ中入りまーす。日本一の、ほー、今チェックインしたんですけど、ここめっちゃ広いですね、おそらく。で今回頼んだお部屋がリーズナブルなこともありまして、すごい階段らしいです。今から行きます。はい、先ほどの食堂の横の階段を下りまして、どれだけ遠いかっていうのを測ってみます。このままノーカットで行きます。はい、お部屋紹介でございます。先ほどパッと見ていただいた通りですね、入り口に入る前に右手側にあったのがトイレなんですよね。トイレ真横でございます。すぐに行けますね。で人が入ったかどうかっていうのが確認できるので、人と被らず7.5 畳かな。十分ですね。全然十分。だって5000円未満よ。で、1泊2食付きなんで、下手したらキャンプより安いですよね。で、温泉付き。7.5 畳。これだけ快適な空間あるので、十分でございます。窓を開けたらこの景色すごいですね。目の前が、はい、雪じゃないよね。普通に温泉の匂い、すごい。これも晴れてたらもっとすごいでしょうね。晴れてたら、はい、じゃあ先ほどですね、歯も磨いてきたので、温泉入りに行って少し仮眠を取ろうかなと思います。あ、ちなみにこのテーブルはもともと真ん中にありましたよ。もちろん真ん中にあったのをどかして、どかした後にさっき撮影しちゃいましたね。では温泉行ってきます。楽しみだわ、もうほんと楽しみ。この中の極楽湯は少し歩かなきゃいけないんで、満天の湯はホテルの宿泊者のみしか今入れないみたいなんで、おそらく今の時間帯は人が少ないだろうというのを狙ってここを入ります。で夜にこの長寿の湯は
日帰り客もいるそうなので多分混み合ってると思うんですよ。で種類が多いそうなのでこれはご飯の後に入ろうかなと思います。それか明日ですね。貸し切りは入んないですね。行ってきます。さっき取り忘れた売店ですね。ここで夜ねショーがあるみたいです。見るかわかんないですけど、いい味出してる。乗り換え、あ、これか。ほんとすごいんだけど、マジで迷路なんだけど。あ、満天の湯ありましたね。展示物がございますね。はい、やっと満天の湯着きました。部屋から5分ぐらいかかりましたね。迷っちゃったんでね。ではここからはさすがに撮れないので入ってきます。戻ってきました。気持ちよかった。ほんと気持ちよかった。ただ舐めてましたね。舐めてたっていうかタイミング間違えたかもしれないですね。混んでてゆっくりは入れなかったかな。5、6人入っちゃうともういっぱいなんでゆっくりは入れなかったですね。なのでちゃちゃっと浴びて出てきた感じかな。まあ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 、あとこっちの長寿の湯は大浴場なんでこちらを楽しみにしたいと思います。ではここで少しね疲れたので仮眠取ります。晩飯まで、おやすみなさい。あー、おはようございます。きつかった。起きんのマジで4時半ぐらいからちょっともううとうとしちゃって、でも気がついたら6時過ぎましたね。タイマーセットしといてよかったわ。今からご飯を食べに行かないといけないので、ご飯食べに行ってきます。こういう、あ、これちなみに、はい、館内ですね。館内こんな感じです。ちょっと遠目であれなんですけど、マジで迷路なんですよ。こういうインフォメーション読むのも面白いですよね。インフォメーションね、毎回楽しみですわ。インフォメーション読むの、これ読んでから行ってきまーす。ご飯楽しみですね。おー眠いよー。飯食った後ここまた戻ってくるのめんどくさいんで、一応お風呂行く準備だけしたけど入るかな。酒も今飲める気しないんだけど。全然美味しそうなものが多い。軽く撮影してすぐ食います。はい、持ってきました。和洋折衷ですね。和洋中。はい、キーマカレー、おこわ、湯葉とかですね。いや本当ね、バイキング苦手すぎる。ではいただきます。この雰囲気すごい苦手なんですよね。隣の部屋はいるんですけどね、せかされる感じが苦手。食べかけであれですけど、この麻婆豆腐がクソうまい。ビビタン。はい、締めのそばとゼリーとケーキでございますね。酒はなんか飲む気しなかったので、この後部屋で飲みます。まあ温泉もこの後入るしね。で
バイキングね、やっぱり好きなものがいっぱいになりますね。でも美味しかったです、すごく。どれも美味しかった。ショーが8時から始まるそうですね。もう満席ですね、ほぼ。まあちょっと飯食ってそんなに間もないんですけども、ショーが終わった後ね、おそらく混むと思うので、今のうちにもう一つの広い温泉入ってきまーす。今湯入ってたら、まあ露天風呂もあるんですけど、そこにその露天風呂からさらに極楽湯っていう、もう一個奥に徒歩で行かなきゃいけない露天風呂あるんですけど、そこが見えて人があんまり入ってなさそうだったのと、雨が止んだので行っちゃおうと思って、途中で急いで着替えて歩いて向かってます。これはね、すごく気持ちよかったんですよ。なのでここの極楽湯もう一回入って宇宙に戻ろうかなと思ってます。はい、着きました。待って、これあれ、男湯女湯は、あれ、ちょっと入りますね。入ってきます。出ました。貸し切りでしたね。誰もいなかったから、もうなんか撮影したかったんですけど、さすがにねまずいので。すごい良かった。本当に、なんだろう、野原に風呂があるみたいな感じですね。あ、これ旅館なんですけど、我々泊まってるの多分あの辺だな。で、この後冷えた体をまた温めにですね、宇宙に戻ります。ちょっと人が来たので独り言をやめます。では。あー、いい雰囲気、いい雰囲気だよ、これは。やばいわ、ほんとコスパ5000円未満っすよ、2食で。511-21511、いらっしゃらないですね。皆さんおめでとうございます。では21511、いらっしゃらないですね。皆さんおめでとうございます。あー、気持ちよかった、気持ちよかった。ハマるわ、これ。じゃあ、部屋戻りまーす。酒ですね、酒。衝撃が走りました。ちなみにこちらの抽選券ですけれども、当たった場合ですね、この旅館の宿泊券だったんですよね。その場で私が持っていればの話です。ちょうどお風呂から上がって、あ、抽選会やってるなーっていう様子をカメラに収めたくて撮った動画の中で、たまたまこの番号が言われてて、で、あ、いらっしゃらないみたいですねーと言ってたんで、改めてこちらに戻ってきて再生してみたら、まさかの21511、これは完全に私のミスです。くー、はい、じゃあ気を取り直して、まだね、さっきのこと引きずってますけどね。場所って部屋飲み開始です。楽しみだ、しかすっごい泡、やばい、楽しみます。あ、うん、あ、まあ、最後、はい、いやー、これうまい、すごいうまいですね。うん、あ、戻してきた。うん、あとは今夜は部屋飲みで軽く飲みすぎず、うん、飲んで明日の朝に備えようかなと思います。うん、え、何ですか？
さっきのことですか。あ、はい、引きずってますよ。抽選券のことですよ。はい、引きずってます。はい、だからそれを忘れるくらいは飲もうかなと思ってます。ではまた明日の朝ですね。はい、おやすみなさーい。現在朝の6時過ぎですね。起きちゃいました。7時半にタイマーセットしたんですけどね、12時か1時ぐらいまで飲んで、で今起きちゃいまして、胃もたれと二日酔いがやばいですね。起きちゃったので、まあできたらこの後元気があれば露天風呂行ってからの朝食行きたいと思います。まだ朝早いんでね、貸し切りだといいんですけど、とりあえず行ってきます。はい、行ってきます。寒いなんてもんじゃないよこれ、ほんと寒いけど、このね寒い中入るのがやっぱり露天風呂のね醍醐味ですから、しかも朝早くっていうのは本当に気持ちいいんで楽しみです。着きましたよ。頼むぞ、貸し切り頼むぞ。あー気持ちよかった。ほんと、この景色なんですよ。この景色が見えるんですよ、温泉から。もっとねすごいんですけどね、もっと奥の方が見えるんですけどね、こっちかな、むしろ見えないね、逆光で見えないね。本当にもしかしたらね、今まで行った温泉で一番いいかも。毎回なんか塗り替えちゃうな。本当にね、いいよ。匂いもねきつくて白濁で、まあ、温泉の何がいいかってよくわからないんですけど、温泉に入ってるっていう感覚ですよね。ちょっと寒いのでまた宇宙に入ってきます。はい、部屋に戻ってきました。空見てください、晴れてきましたよ。この後は朝食ですね。バイキング朝食、バイキング食べに行きます。やべー、うまそうですよこれは。まずは洋食1周目ですね。2周絶対行きます。はい、第2弾ですね。2周目、ご飯をいかに美味しく食べるかセット、とろろ、味噌汁、温泉卵、ほうとう、納豆でございますね。昨晩と同じくですね、もう人がいないという、寂しすぎる。ごちそうさまでした。美味しかったっす。ここの旅館は料理に差はないんですよね。部屋だけで金額差が生まれてるので、みんな食べるものは一緒なんですよ。なので部屋が安くても、部屋が安い分料理はね、すごくよく感じましたね。普通に美味しかったです。さあ、そろそろチェックアウトですね。すごい、部屋の外から見えていた景色、どうやらそこに行けるみたいで、歩いて今少し歩いてます。でですね、実はこの後草津温泉にまた向かいまして、そちらに一泊いたします。もともとこの万山温泉自体は来るつもりがなくて、どこだったっけな、群馬県の高崎とかその辺で全泊しようかなと思ってって言って、で調べてたら万山温泉ですごいコスパのいい
宿を見つけたんで、だったらこっち泊まった方がいいやということになり来たんですよね。ほんと来てよかった。ほんとこれ万座温泉ね、かなり好きですわ。今までの温泉人生の中でもまた絶対に来ます。というわけで今回の初日ですね、万座温泉の旅はこちらで終了いたします。また後日ですね、草津温泉編はアップさせていただきますので、そちらもよかったですね、概要欄におそらく URL 貼りますので、そちらからご覧ください。では一旦失礼いたします。バイバーイ。はい、またゲット来ました。少し見ますかね、少しね、相変わらず